ここはトトロ家のね、リビングなんですけども、孫がね、4ヶ月で住んで、ここにベビーベッドを置きたいということでね、どうしましょうかね。考えたのはね、まずはこの家電収納。これをですね、一番右の柱形まで持っていってね。これがね、一番背が高いんでね、とりあえずは端っこによそか、という、そんな考えですけどね。これを右端によしますよ。右端に寄せた後はね、その隣にある収納をスライドですよね。これをぴったしつけましょうか。こうすることによってね、この左側にこれだけの大きなスペースが生まれるとね、そういうことなんですよね。でもこのテレビどうすんやーいうことでね、これを壁掛けにしようということやね。ちょうどね、重たいんでね、これがね、ちょうどその背の高い家電収納の上に乗っかるようなね、そんな形で一応寸法出しましたよ。どうでしょうか。そしてテレビ台もね、大きいんで、下のところはカットして、この収納の上に置けばバッチシですよね。まあ、イメージこんな感じですよね。では、やってみましょうかね。難題が起こりました。なんだよ、チャウチュウ。このテレビを壁掛けにしてほしいという願いがあります。今から壁掛けにしてみますわ。では頑張ろうか。まずは作業しやすいようにね、絨毯をくるくるっと丸めてみまして。まあ普段はね、掃除するところと違うんでね、こういうのけた時にはね、やっぱり第一が掃除になっちゃいますね。おーい、そこそこに人がんとテレビ掛け終わらんで。おい、ちょっとそこも拭いとくかーって言いながらね、二人でやいややってますけどね。そしたらね、孫来て何してんの？って。お腹が使えとるがな。取り付けかなもんな、これ。これ。適当に下がったんやけども、これが重い。 8キロもある。これが重いな。よっぽど乗らせないとつけるのが怖いな。そしたら開けてやけども、何が難しい言うたらね、これが一番めんどくさかったね。なんでか言うとね、これは20インチ型ぐらいからね、80インチまでね、どれでも釣れるようになってるんでね、とにかく部材が多いのと、いらん部材が多い。ネジもね、使わんネジが半分以上ある。それやからね、ややっこしてしゃあなかったね。ちぎる。水平付き。でもこんなのは当てにしちゃダメです。水平器が狂ってるか狂ってないかの調べ方、こう置いて、こっちがちょっと高い、こう置いて、全然ダメやね。わかります？これ。わかりますかね？こっちが高いんですよ。これがね、メモリがね、くるっと回した時、この水器、水泡が同じ位置に来ないかんだけども、これがもうすでにね、同じ位置に来てないんで、もうこれはもう全然使い物にならんということですわ。ぽいです。水平器の違い方、こう置いて、もっぺんこう回す。で、気泡がどっちも一緒やったら OK だけども、これも全然ダメです。
まあ、取り付け方法としたらね、まあ、これを左右どちら辺につけるかとね、あとは高さだけなんで、とりあえず今からテレビの高さだけ決めたいと思います。ということで、テレビが下から90センチあるんで、この壁はね、プラスターボードを GL ボンドでね、貼り付けてるだけなんでね、下地がないんですよね。下地がないんで、裏のね、当て板を使って、この当て板は床から伸びてますんでね、45センチの、1メーター80センチの板を使ってね、こうやって止めてるんですよ。直接に止めたいとこやけどもね、外壁もシボレックス言ってね、まあ ALC とも言いますけどね、これが、まあ言うたら、軽石みたいなもんやからね。あとはこれで引っ掛けたら終わりや。え、崩しとった。悪戦苦闘してようやくテレビの方に金物がつきました。これはね、もうめっちゃ分かりにくいね。34インチぐらいやったらね、この縦の棒はいらんと思うんやけどね。テレビがね、落ちてきたら困るんで、とどめのね、ビス2本打ちますぜ。これで大丈夫やろ。実際にするんはね、娘の婿とね、一緒にやりましたよ。線のつなぎは任したでー。I love the world.